ちは。の時間帯です。東條、田中、アリークロス、クロスになりました。ヘディングで跳ね返す、セセ、ミドルがあります。シュートは打たずに不幸運、そして落としてセセ、繋いで重松、決まった。恩返し弾となりました。重松健太郎、今季3点目。前節もゴールを決めている重松健太郎、細かいパスワークからセセからいいパスが出て、最後粘った重松、体を投げ出しながら右足を伸ばして、強固な守備のさぬきのゴール、こじ開けました。福岡院からムーンインチュ、レフティーのムーン、福岡院、小沢、カットインからシュートがある、小沢のシュート、決まった。これが小沢の持ち味、2試合連続ゴール、小沢秀篤。この左開いたところで持って、
あ、しかしここ縦に流れたムーンインジのいい動きがありました。そして小澤の強烈なシュート。前節も同じような形から、その前には東条がいます。田中に預けて重松が走り出した。重松と大久保がいます。大久保に預かるか。大久保粘って、大久保、大久保、大久保、決まりました。鳥取2点目追加点。大久保今季初ゴール。昨シーズンは左膝前十字靭帯を損傷して、田中のアーリーの浮き球から重松がここも粘りました。そして大久保フィジカルの強さを見せて、最後はキーパーとディフェンダーの間、そのスペースから斜めのシュート、股を抜いたでしょうか。ああ、股を抜いてますね。大久保優の今季初ゴール。